はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、今日はですね、たのしんさんとこのお父さんのお家の前金館のとこに来ております。で、何をするかというとですね、その足元、わかりますかね、ブロックの下のとこ、ここに草がもしゃもしゃしてますよね。ここね、昔はたのしんさんのお父さんがね、芝桜を植えてくださってて、めちゃくちゃ綺麗だったんですよ。この通路がね、花道みたいな、その名の通りの花道になってたんですが、その後次の年ぐらいからなんかやっぱうまく植えつかんかったみたいで、何度かチャレンジをされてたんですけど、それからなんかうまく広がりませんでした。で、その後はもうずっとこの状態です。もう草がね、もしゃもしゃして、いつもたのしんさんがこう草刈りをしてくれてました。ですが、それがまあね、大変だと。何もしないんだったら、たのしんさんがね、コンクリートで埋めようかなっていうことを言っておりました。なので、ここの上の土を削ってくれると嬉しいなと。削ろうじゃないかということで今日はやってきました。どうしたらいいかな。 とりあえずね、なんか平坦にして、こっちのコンクリの道路の高さよりもちょっと低くしてほしいって言われたから、一応土を削り取って、あと踏んでちょっと下げていけばいっちゃねえやろかっていう話をしたんですよ。なんで、まあそういう感じでやってみようかなと思ってます。うまくいくかもわかんない、どういう形になるかもわかんないんですけど、一部分で、ね、たのしんさんがもうコンクリ貼ってくれてるところがあるんで、そこだけちょっと見てもらいましょうか。はい、ここね、こんなもしゃもしゃしてますけど、ここ一番下、これね、たのしんさんがねしてくれたの。階段からこう降りてきますよね。降りてきた時に、ね、ここはね、足元が草だらけで、もう買ってありがったんですよ。でもあっという間にしてくれて、だからここのとこも土削ってくれたら全部コンクリ打てるんだけどっていう話で、だからこのブロック塀があるところを全部今日は削っていこうかと思っております。まあそんなないからね、幅もね、私の足が、まあ、20、25ぐらいやから、そんぐらい、25、30センチ分ぐらい、こっちは削るだけ、こっちの方もちょっと大変かなっちゅうぐらいけど、なんとかなるっしょ。よし、草が、根っこが、あっちゃんだ。
まで削ればいいかな。そこが際なんだけど、こう下がってるのよ。ここ際から。ちょっと1センチほら、こんぐらい。じゃあ、もうそんな掘らんでいいってこと？靴底1個分ぐらい。あ、こういう人たち。おー、まあどっちでもいいけど。大体でいい？うん、大体でいいよ。石がジャラジャラしてるけど、石を入れてていいっちゃう。入れてていいよ。やんなっちゃう。もう。1本分ぐらい下がっちゃうから、この今削ったとこと同じ分ぐらい、どれもいいかな。また疲れた。ここにありますよ。はい、石運びをですね、子どもたちがやってくれるということなので、ちょっとお願いしようと思います。あ、じゃあね、急いで掘らないかな、じゃあな。はい、じゃあ運んでください。開けた穴なんですけど、こぼしてもらったらいいよ、もうそこでいいよ、こぼしてもらったら。ああ、ナイス、いいアイディア。それ以上いかないようにね。頭いいな。もう錯綜してたんだけど、うん、もうずれちゃったんじゃない？ずれちゃったんじゃない？しょうがない、しょうがない。ちゃんと前に行かないように。いいじゃん、そのアイディア。二人ともすごい。
な感じになりました。どけんじゃろうか。まあまあまあそれなりかな。ここでこぼこしょけど、多分また田梨さんがコンクリ打つときに改めてしてくれるんじゃないかな。もうできるだけの土は削ったので、1センチぐらいって言ったから、こう指先ぐらいってか、こんぐらいのもんじゃろ。もう無理よ、体力なくなった。きつかった、子供たちが運んでくれたからすげえ助かった。それがこっちきれいにして終わろう。向こうはまた次回やね。向こうの30センチぐらいって言ってたとこはね、さあ辞書。風呂は持ってきてちたろんだけど、乾き終わっちゃったよ。そこからだ。子供たちもほこりまみれになりながらやってくれました。向こうもと思ったけど全然でしたね。はい、じゃあ終わろう。はい、ということで今日はこの肩の横のね土削りをしていきました。草がねやっぱはびこってたので、その分土取るのが大変でしたけど、運ぶっていうね作業が子供たちがやってくれたので、さあ体力はだいぶまたマシになりました。あじゃあそこはいいからとか、あっちやってとかって話するときにちょっと体を休憩することができたのでよかった。もうね、一人でやるともうひたすらやるだけだから、なんか体を休めるっていうことがなかなかないんですよね。あと何分あと何分とか思いながら作業してるので、最後に程よく体力温存しながら作業を進めることができました。あとはこの新さんがやってくれると思う。で、向こうの方また次回ですね、やれればなと思いますので、またお付き合いいただけると嬉しいです。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。